どうもこんにちは。さあこれから私が向かうのはどこでしょうか。一目瞭然。茨城県の筑波山神社に向かっております。まあ、ゆっくり下道でね今向かってるんですけど、ちょっと天気悪いね。前日まで雨だったから、まあちょっと行けないかななんて思ってたんだけど、朝のうちに道路もこの通り結構乾いてきて、あ、これだったら行けんじゃねと思って。あれ、道間違えちゃったかな。喋ってたら道間違えちゃったっぽいな。よくやるんだよな、喋ってると道間違えちゃうんだよね。まあナビ見ながらね走ってんだけど、忘れちゃうんだよねナビを見ること。あ、曲がるところ間違えたとか、あれ時間伸びてんじゃんみたいなね、結構そういうことあったりするんです。虫が入ってきた。なんだこれ、ヘルメットの中に虫が入ってきた。くっそー、やられた。朝から何も食ってないから腹減ったな。これ左か。結構雲が厚いね。なんか雨降りそう。山道もそんな濡れてる感じはしないね。なんか美味しそうなご飯屋さんだね。そば、和食。そろそろかな。神社入り口 1.2 キロって書いてあるからもうすぐだね。バイクどこ止めんだろう。止める場所があればいいけど、誰か止める場所教えてくれ。どっか止めるとこあんの。 U ターン、どっか止めるとこあんの。バイクって止められます？バイクは2台来ます。うん。牛ついたぞ、筑波さん。250円か。よかった。頂上の近くで。あ、ついた。ああ、ついた。さあこっから筑波山頂上に向かって走っていきたいと思います。どんな感じの道なんだろうね。車は今のところほとんどいないし、あー、いい道だね、いい道だ。ちょっと落ち葉が気になるけど、あー濡れてる路面が。浮いて帰った。いやー、いい、最高だね。いいね、いいね。これ本当につくのかな、ちょっと心配。カーブミラーもないからさ、結構怖いね。ここでこかしたら大変なことになるからね。誰も助けてくれないから、安全運転です。このコケ生えてんのやめてくんねえかな、怖いんだけど。もうすぐ着くかな、山頂。おお、道が悪い、砂利が。うわ、これ行けんのか、これ行けんのか。一応もう着いた。え、これなの筑波山って。これ以上上上がっていけないよね。どこだよ。え、いや、よくわかんねえけど、え、どっか曲がるところあったのかな。山頂ってこんな感じなの。なんかロープウェイがあったような気がすんだけどな。こっち間違えたのか。でもそんな道なかったもんな。なんか一応合ってるっぽいけど、こんな感じなんだって。まあこれ以上進んでもしょうがねえから。気を取り直して
今度はね、筑波山のロープウェイって調べて今向かってるんですけど、これだったら多分ね、ちゃんとした道だと思うんでね、わかんないけど、まあ、これでダメだったらもう帰ります、諦めて。まあさっきもこんな同じような道だったんだけど、次は大丈夫だろう。でもさっきより全然道いいな。あ、一般車も結構いる。あ、よかった。あ、道も綺麗、舗装されてる、ちゃんと。いいコーナーですね。いい道。わあ、わあすごい。綺麗、景色いい。わあ、見れない。上りだから。あったロープウェイ。これだよ。俺のイメージしてた。筑波山。着いた。よし、さて帰りますか。さて帰ります。安全運転で帰りますよ。今度はどこ行こうかな。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。わーすごい、めっちゃ綺麗。動画終わりにしようと思ったけど、これで終わりです。バイバーイ。